おっと、恋愛相談が来た。てれーん、課長に恋愛相談が来た。よーし。今年中、恋愛相談なのですが、チョコ先生が告白は最低でも3回デートできないとしてはいけないって言ってました。5回できればかなり可能性が高いということらしいのですが、ハチマどう思いますか？あと、男女間での友情は成立すると思いますか？仲のいい女友達がいるのですが、これは友情なのか恋愛感情なのかわからなくて困っています。ということで、そうですね、あ、ハーちゃまが思うに、あ、やっぱりね、恋愛はね、フィーリング。やっぱり好きって思った人が好き。付き合いたいと思った人が付き合いたーい。それなんだよね、結局ね。まあね、なんかね、あんまりそういう、基準とか考えなくてもいいと思う。やっぱりね、自己流で行くのがね、ベストなんだよね。まあでも、焦りすぎずに、とも思うけど、だってさ、恋愛ってさ、付き合うことがゴールじゃないし、その人とどういう関係になりたいかとか、そこをね、ゴールにするのが一番いいと思うんだよね。じゃないと付き合ってから、まあ遊んだりして、付き合ってからどうすればいいんだろうとか、きっとね、うまくいかないこともね、多くなっちゃうと思うんだよ。だから、その人とどういう関係になりたいかとか、そういうのをゴールにして、行くのがいいと思いまーす。結局、恋愛だけじゃなくて、友情関係、友達関係とかもね、結局ね、どういう関係になりたいかが大事なんだよ。あ、でもいいこと言ったわ。そういう感じです。あ、で、ちなみに、男女間での友情が成立するかについては、まあ、成立すると思うよ。うん。あれだね、はーちゃまのね、恋愛めちゃめちゃプロフェッショナルだね。友達が言ってたんだけど、いや、そんなプロフェッショナルじゃない。変な男によく引っかかってる友達がいるんだけど。いや、その子ね、でも経験はすごいね、豊富だと思うんだよね、その子。恋愛経験。で、その子が言うには、異性で付き合うか付き合わないか、恋愛対象なのかそうじゃないのかを決めるとき、その人とキスできるかどうかが決めてって言ってた。ね。それらしいよ。うん。それでさ、ハーチャマがさ、今言ったことに対して、ハーチャマとはキスできないから、ハーチャマは恋愛対象じゃないんだ、とか、じゃないんだな、みたいな、そういうのね、そういう、余計なことはね、言わなくて大丈夫だよ。言ってなかったけどね、誰も。よし。なるほどね、ハーチャマみんなの恋愛対象、決まり。ハーチャマとキスしたい。いや、もう欲求丸出しなコメントだね。欲求丸出し。やばいよ、それは。まあ、みんなとキスすることは物理的に無理だけど、みんなが妄想上でするのに関しては、ハーチャマは、別にね、何も言わないでどうぞ、ご勝手にしてください。どうぞ、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 どうぞ。